それは異常で一時的なもんですから、あっという間に正常に戻ります。つまり人間関係が良くない状態、これに戻るんですよ。こう断言できる理由は、採用の時に人間の本能を悪用してるからっていう内容をこれから掘り下げるんですけど、こっから真骨頂ですからね。集中力はフルマックスで聞いててください。この理由を掘り下げたら、職場におる人みんな誰もが自分のこと最優先で働いてるからで、皆さん生活かかってますし、人事評価下がってクビになるとやばいから、全員が必死で自分を最優先で守ろうとしてます。それは自分のプライベートを充実させたいからですよね。皆さんも経験あるんじゃないかなと思ってます。ということは、職場で周りの同僚を優先するわけないんですよ。うわっ面のあいつは性格悪いもんねって思ってるかもしれないですけど、全く違います。これは性格が悪いとか悪気がある。